全日本プロレスの公式 YouTube チャンネルをご視聴の皆様、こんばんは。全日本プロレス TV で実況を担当しております中本翔一と申します。よろしくお願いします。さあ今日も前回に続いて選手お二方をお招きして生配信いろいろとお話を伺っていこうと思います。今日のゲスト、まず一人目、大森北斗選手です。よろしくお願いします。どうも、右見て左見て、はい僕見て、全日本プロレス TikToker の大森北斗です。うー、よろしくお願いします。中本アナ、なんか、はじめましてではないですけど、はい、なんかリンク上の北斗選手いつも見てるんで、あれ仮の姿です。あ、そうなんですか、はい、こっちが本当なんですか。こっちは本当の俺ですね。はい、多分びっくりした人結構いると思いますよ。リンク上のはプロレスラー大森北斗なんですけど、はい、本日スペシャルバージョン、TikToker 大森北斗としてやってまいりました、はい、よろしくお願いします。これ YouTube ですけど、はい、大丈夫でしょうか。 TikTok ないですけど、大丈夫です。同じ映像コンテンツとして間違いないでしょう。でも入り方がもうなんか15秒ぐらいで TikTok の入り方されてましたもん、ね、はい、なんかすごいカメラの向こうで芸人を見る目で俺を見てるの分かります。すいません。はい、大森選手、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてなんですが、はい、大森選手、そう、7月の2日にですね、はい、後楽園で、はい、11時30分開始で、早いですね朝、はい、あの三冠ヘビー級選手権試合と世界ジュニアヘビー級選手権試合が用意されていて、はい、先ほど生配信行われてましたよね、記者会見やってましたね、はい、やってましたよね、はい、ご覧になっていかがでしたか。いや、一回のコンビニ行ってたんで見てないですね。なんか言ってましたか、はい、いや、なんかこう終始、はい、静かな、まあ、リンダマン選手はやっぱり、いやそうですね、バンバン喋るっていう感じはあるんですけど、敦貴、ね、はい、まあ、選手も、まあ、前回石田海人選手を押してから2度目の防衛戦ということで、はい、すごいプレッシャーでしょうね。ですよね、はい、落ち着いてるなっていう印象を受けましたね。そうですね。で、まあ、前回もなんやかんやで、まあ、流出したのはあいつですけど、はい、やっぱりあいつが取り返してくれたんで、はいはい、今回もきっちりその責任感を持って防衛してくれるんだと思います、うん、よくわかんないですけど、はい、よくわかんないんですか、はい、すみません。いや、でもなんかやっぱりこう、はい、北斗選手って一匹狼っていうようなイメージもありますので。あ、本当ですか。他人なんてどうでもいい、はい、俺は俺の道をって言う、売れないですからね俺。そうですよね。そうですね、はい。でもう一つ三冠ヘビー級選手権試合で永田裕二選手と青柳優真選手の戦い、はい、これも先ほど記者会見行われていましたね。なるほど、うん、まあ、どっちが本物の青か、青か、ちょっと今いいこと言っちゃってすいません。いや、でも青対青ですもんね。青対青ですからね。そうですよね、はい、まあ、永田選手も青柳優真が出てきたってことはそれだけ全日本も本気だってことだっていうことで、はい、青柳選手としては最後の砦っていう気持ちで挑むと思いますけど、はい、まあ、噂では遅刻してきたっていう話ですけどね、青柳優真ね、はい、会見に、はい、会見遅刻してきましたからね本当に。もしかしたらトレーニングしてたっていう、まあ、令和の巌流島戦法かましてますからね。やばいですね、やる気ですよ。で、北斗選手は、はい、いつも、まあ、はい、反逆のムーンウルフ、はい、ムーンウルフ、はい、って言われたり、はい、反逆のウルフムーンって言われたり、はい、僕この疑問を最初にちょっと解消しておきたいなと思って、最初にここでこれどっちが本当なんだろうっていう、実はこの反逆の、はい、まあ、正しいのはこれウルフムーンなんですけど、はい、これって実は僕が決めたんじゃなくて、まあ、そうなんですけど、はい、ファンに募集したんですよ。はい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 、ファンに募集した際にですね、はい、まあ、採用された方には僕のコスチュームをプレゼントしますということで、はい、僕が、違う媒体で生配信をして、そこでたくさん募集があった中から、はい、僕がその場で選んだのが、はい、反逆のウルフムーンなんですけど、はい、確かに最近ここ1年ぐらいですか、はい、確かにどっちなのって聞かれることが多いん で、 んで、ね、はい、やっぱり僕としても分かりやすくてキャッチーな方がいいなら、もう反逆のウルフにしちゃおうかななんて思うこともあるんです。あ、ただまあその決めてくれた方のお気持ちも大切な気持ちあるんで、はい、まあ、その方ともしお話しする機会があれば、はい、ちょっと
姿は見たことないんですけど、はい、でもムーンっていうのも好きっていうのでかっこいいですよね、まあ、はい、狼とやっぱりセットっていうイメージもありますし、そうですね、はい、やっぱり俺にぴったりなんで、はい、一応ここではウルフムーンでお願いします。はい、皆さん改めて会場で、はい、まあ、お見かけした際にも、はい、ウルフムーンだと思っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、あとは北斗選手、ついに世界タッグ挑戦大阪で決まりました。 7.23 ですね。 7.23 大阪、はい、いきなりその話しちゃいますか。いや、まあ最初にやっぱり北斗選手いらっしゃったら触れておこうっていうのも思いましたし、はい、はい、まあ、鈴木実る選手と組んで、はい、宮原健人選手、そして青柳優馬選手の2人と、これ2度目の防衛戦ということにもなりますけれども、すいません、ちょっと断言させていただきます。はい、ベルト取ります。お、俺ベルト取ります。ですね、はい、まあ、ちょっと俺の熱い気持ちとか、はい、そういうのはちょっとすげえ長くなっちゃうんで、うん、そういうのはよければ俺のツイッターとか見ていただければ、はい、長文でバーッと書いてあるんですけど、まあ、端的に言うとやっぱ気に食わない。うーん、あー、気に食わないですね。うーん、やっぱり他団体にベルトが流出してたのはすごい俺もモヤモヤしてましたし、はい、俺が取り返してやりてえっていう気持ちはあったんで、はい、まあ、ちょっと乗り遅れたなっていう、このウェーブに乗り遅れたなっていうのはあるんですけど、はい、やっぱりですよ、最近やつら自称新時代が、全日新時代がですね、まあちょっとリング上でわちゃわちゃしすぎじゃないのかなと、はい、みんなで最後手つないでイエーイとかやったりするじゃないですか、はい、学祭じゃねえんだぞと、あ、やっぱり他団体からベルトを取り戻したのは彼らかもしれないですけど、やっぱり世界タッグ戦を本当の戦い、本当のプロレスにできるのは俺と鈴木みどるさんしかいないでしょって。わちゃわちゃ学校祭プロレスから、はい、俺が本物の戦いの世界に世界タッグ戦線を戻します。なるほど、任せてください。まあでも鈴木みどる選手をつけてっていうのはと共に戦うっていうのは、そうですね、ものすごくまあ心強い面もありますし、対戦相手に集中したいですけど、横からのプレッシャーも半端ないですね。そうですよね、横からのプレッシャーが一番半端ないかもしれないですね。まあ、出会いで言うと、はい、去年の9月の18日懐かしいですね、はい、日本武道館でシングルマッチを行って、はい、まあ、北斗選手敗れてしまいましたけれども、 そうなんですよね、そこから次が今年の1月に石川修司選手と組んで、はい、鈴木みのる選手、土井成樹選手と対戦もしましたよね、はい、試合後に北斗選手が、まあ、今すぐ俺には強くなる必要があるっていうことも話していましたし、はい、やっぱり、まあ、その間のすごい3ヶ月っていうんですか、はい、すごい俺の中では大切な部分、ターニングポイント、1月のターニングポイントにつながるんですけど、はい、やっぱりその間に僕がジュニアでやってて、ジュニアのシングルのリーグ戦があったんですけど、はい、そこで同期や、ずっと勝てると思ってた相手、後輩全員に俺負けたんですよ。0勝5敗全員悔しい思い、はい、ありました。どん底にいて、はい、でさらにですね、まあ、名前は出さねえけど、まあ、言われたらあいつは分かるだろうな、うん、俺のずっと隣で戦ってたやつがですね、まあ、この団体からちょっと消えてしまった、いなくなったんですよ、はい、まあいろんな事情があると思いますし、はい、そいつにもいろんなやっぱ考えがあるっていうのは分かってんすけど、やっぱり俺はどうしても見返したかったんですよ、はい、お前がやろうとしてたことお前の考え、それは全日本にいながらでも達成することができるっていうのを俺はそいつに伝えたかったっていうのがあるんですよ。は、今やそいつは違う団体に出て、もうまあ悔しいですけどちょっとトップの方まで行っちゃったんですけど、はい、やっぱりあいつがいなくなった瞬間俺はもうすげえ悔しくて、やっぱそれ全日本にいてもお前の夢なんか叶えられるっていうのを伝えたくても、その時の俺はもう0勝5敗ですから、はい、その悔しさもあってヘビー級に転向もっていうのもありましたが、一つですね、はい、はい、どうしました、琴美さくら、お、はい、スパチャをいただきました。ちょっと待って、ありがとうございます。早速
読み上げていいでしょうか。お願いします。いつも応援ボード持って応援しているコトミンです。ありがとうございます。まだ仕事終わらないのでスパチャだけしに来ました、はい、でも前日曜の後楽園は、はい、行けちゃいます。いっぱい応援します。ありがとうございます。あとホクティ今日もイケメン、ありがとう、世界で一番好き。お誕生日配信でプレゼントしたお花飾ってくれたの嬉しかったです。お花屋さんも喜んでくれましたよっていう。優しいですね。嬉しいですね。早速来ましたか。なんかもう戦う顔になってたのがちょっとこうちょっとせっかく戦う顔になってたのにまたピクトカモに入っちゃいますね。嬉しいな。そうですね、7月2日ですよね。はい、7月2日では、北斗選手は谷崎直樹選手と組んで、はい、グングニローブアナーキーの本田隆輝選手と花畑正雄選手と対戦が決まっていますね。はい、まあその谷崎さんと組むのは、まあ、2人タッグマッチは初めてで、まあ、この前の本当新木場で始めましたした感じなんですけど、初めましてって小森ですって感じなんですけど、はい、まあどういう流れか今回組むことになって、はい、でもまあすごいあの何ですかね、まあ、ベテランの経験って言っていいのか分かんないですけど、はい、やっぱり初めて組んだのに結構連携技とかをしっくり合わせてくれて、うん、あこういうとこやっぱすげえなーって思ってましたし、なんかまあ初めてのタッグですけど特に不安はなくて、はい、ただやっぱり最近ね調子乗ってる本田隆輝が対戦相手にいるんで、はい、やっぱりあいつはひねり潰しとかないとダメですね、うんうん、今これ帯で出ましたけど、あ出ましたね、はい、本田ってやつ花畑正雄はもう黙ってても、はい、もう負けることはないでしょまあ本田選手と花畑正雄選手って、はい、今ちょっとこう仲間割れといいますか、タッグマッチ終わった後とかにも、はい、本田選手が俺の邪魔するなっていうのを言ったりとか、はい、ちょっとこうギスギスしてるなっていう印象がある中で、まあ、今回大森選手も谷崎選手と2人で組むの初めてっていうことなので、はい、まあ、そのあたりのこう相性っていうのもやっぱり気になるなっていうのはありますね。まあ、ただ本田を見てるとなんていうんですかね、やっぱ俺も全然今もそうですけど、やっぱ絶対結果が思うように出ない時ってあって、はい、でその時ってやっぱり何かと人のせいにしたがるところがあるんですよ、うん、でこいつは今ね一緒に組んでるチームメートのせいにしたりとか、なんか何か気に食わないとか言ってですね、まあ反則技に手を染めて挙句の果てに永田裕二の横に俺はいるんだとかね、わけなんだよって言ってますから、はあ、俺が勝つを入れるしかないですね。あの自由が丘のレスリング一緒に YouTube で、はいね、配信もしてましたね、はいはい、まあね青春してるなって、まあ俺は俺の道を行くから関係ないというなるほど、はい、ことですよね。そうですね、なるほどなるほど。そしてあそうですね、あの視聴者の方からの質問なんですけれども、世界タッグ戦どう戦うかっていうのを、はい、その鈴木みのる選手と何かこう作戦立てたりしてますかっていう。なるほど、まあまだあの試合まで、約3週間から4週間、7月23なのでちょっと間が空いてるんで細かいところは詰めてないですけど、はい、まあ大雑把にまあ、こういうスタイルでやっていこうとか、うん、こういうスタイルでいった方がいいというアドバイスはもうこの試合だけじゃなくて常にあのもう会うたびにいただいてるんで、はい、まあ、それの延長線上こう細かく細かく細かく突き詰めていけばそれが自然と作戦になって勝てんじゃないかなっていうのは。まあでも鈴木選手といえば第2代パンクラシストの無差別級王者であったり、三冠ヘビー級も2回取ってますし、ノアの GHC ヘビーも取ってますし、はい、チャンピオンカーニバルでいうと2009年2010年連覇っていう、まあ、とんでもないこの偉業を数々成し遂げてきた人から吸収することって、でやっぱり本当に一番でかいのはやっぱり身長とか体重が俺とは変わんないんですよ。あ僕もでかい方じゃなくて、はい、でやっぱ全日本のヘビー級っていうのはめちゃくちゃ正直タダンタと比べても群を抜いて、はい、でかくて、そんな中でやっぱりどう戦っていこうか
って悩んでたところはあったんで、はい、やっぱりそういう意味ではあの体格で結果を残してきた男のアドバイスっていうのはでかいですね。この体重でも、はい、世界タッグっていうのは2人力を合わせれば取れるんだっていうところ証明っていうのも一つテーマっていうところになってくるわけですね、はい、なるほど。いや、いろいろコメントもいただいて、全然コメント読んでなくてやべえ、申し訳ないですね。なんかこんだけいただいて、はいはい、気になるものあったりしますか？やっぱり谷崎選手との珍しい組み合わせっていうのもありましたし、はい、そこはやっぱりみんな興味あるのかなっていうのも思いますね。はい、現王者からツイッターバックコメントで攻められていますが、どのように思っているのか気になりますっていうコメントもありますね。いや、本当にこれ宮原健斗のことですよね。宮原健斗選手ですね。宮原健斗のことでしょうね、はい、何かとツイッターで、はい、俺は遅いだの、ちゃんと発言しろだの、はい、言ってるんですけど、まあこれあいつのいつも戦い方なんですよね。であいつはタイトルマッチやこういう試合になると、はい、相手にそういうことを言い出して、ここでですよ、はい、基本的に相手はですね、ちょっと焦っていろいろ言ったり、うん、その焦ったりするわけですよ、はい、そうするとですよ、自然となんかそいつが弱く見えて、でやっぱりあいつのタイトルマッチとか試合後って結構なんていうんですかね、対戦相手負けてんのにあいつ頑張ったなとか、よくあの宮原健斗にみたいな、すごい周りは宮原健斗より対戦相手の方が弱いのに頑張ったなみたいな目で見始めるわけですよ、あいつの作戦に乗ると。はー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 、もうね、あいつのペースなんですよ、試合前から始まってるわけですね。もうあいつはお前仕掛けてこないのかっていうことを言って俺に仕掛けてくるわけですよ。前回新木場でありましたよね、はい、ありましたよ、襲わねえのか来ねえのかって、はい、いつでも俺はお前の試合なんか見てねえよって話ですからね。あ、みんな裏でね、お前の試合こうやって研究なんてね、今更しないですから。なるほど、はい、フェチ正信さんからスパチャいただきました。フェチ正信、はい、すげえ名前だね。いいのか、これはいいのかな。おい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 、よくこのアカウントのコメント欄にこの名前とこの画像でやったな、フェチ正信。これはすごい、お前コメント、え、23日の世界タック戦は現地に応援行くのでコメントは真面目かい、一番その分ちゃんと大阪が来てくださるわけですから、はい、いやそれは嬉しいけど名前と画像変えろいじりにくいわこれ。これはなんだこれ、先輩の偉大な先輩、偉大な先輩すぎるだろ、どうしていいか分かんないの、はい、俺だっていじったことないよ。僕もちょっと言葉に発していいのか分かんないぐらい、はい、日本プロレス公式フェチ正信さん、スパチャありがとうございますおいおいおい落ち着け、あんまり読み上げちゃダメですどこをズームアップしてんだこいつは確かにこれそうですね、あのこう上半身が想像できるというか、はいはい、写真、 あの写真だなっていう、あの人でしょうけど、そうですね、何やってんだ何やってんだ、よくやるな、はい、すごい面白いよまあでも大阪本当に楽しみっていうわけですけど、今のこの心境というかどういう感じですか。今の心境ですか、はい、いや結局まあ俺のプライベートの話みたいになっちゃうんですけど、やっぱり基本やっぱやることは変わんないんで、うん、もう朝起きて飯食って、はい、道場行って、はい、トレーニングして、はい、でちょっと家で休憩してまた夜ジム行くっていうルーティンは普段と変わんなくて、うん、まあ、その詳しくどういう生活を送ってんのかな大森北斗さんって気になる方いましたら、あの俺の TikTok をぜひ。あ、そうですね、今日は TikToker としてっていうことをおっしゃってましたしね、今日ここに来た人にはあのぜひね、はい、一回俺の TikTok を見てほしいね試合が優先で TikTok、 そうですね、でもまあ、試合も見るのも大事ですし俺の TikTok を見るのも大事だからTikTok 押しますね、はい、まあ、そんな北斗選手の試合も大阪であったり、はい、で今度の東京後楽園ホール大会もそうなんですけれども、はい、全日本プロレス TV、はい、皆さんぜひ加入していただければ。いや本当は当日見てほしいんですけどね、大阪とかもね、松江とかも俺の戦い、いやー TV の人は次の日見ることになるんですかね。まあでも実況解説付きで見られるっていうのは
あったりもしますが、もしかして生配信とかってないですかね。生配信は大阪の大会に関しては、いや生配信ありますよ。ありますか。はい。え、あります。島根もライブ、島根もライブだ。島根松江大会も、はい、ライブがある。月額900円ですよ。え、生配信でその後も、はい、アーカイブとして残るんで見られますから。だってね、チケット言い方悪いですけど、チケット1枚の値段より安い値段でそんなたくさんのコンテンツを、まあまあまあ、はい、すごい、すごいですよね。え、これ今 URL をあの全日本プロレス公式からすかさず貼ってますね。はい、ありましたけれども、はい、ぜひ皆さんあのご登録いただければ、たくさん北斗選手の試合も見られるんで、はい、お願いしたいなと思いますね。ありがとうございます。わざとらしいで来てます。あとはあれですね、ファンクラブっていうのも全日本プロレスありますし、いやそうですね、はい、大会のチケット販売っていうのはもちろんですけれども、会員限定のトークルームがあったり、はい、あとはファンクラブ限定の撮影会って、あの試合前にやってるのもありますし、はいはいはい、まあちょっとね、ファンクラブ会員の方、普段ここ今生配信してます YouTube で、はい、で僕普段生配信インスタグラムのインスタライブだったり、はい、ツイッターとかで俺生配信やらないんですよ絶対。うん、なぜかというと、俺の生配信を見たければファンクラブに入ってくれっていうことなんですよ。なるほど。そうなんですよ。そういうことですか。他の選手はみんなやってます。はい、いろいろな媒体で生配信、僕はですね基本的に生配信はファンクラブしかやりません。なるほど、ありがとうございます。貴重ですね。そしたら北斗選手の姿見られるっていう。うで、ね、てかやっぱり試合見てる時って僕もそうなんですけど、はい、北斗選手ほんとクールなイメージで、はい、入ってくる時はこう少しこう華やかに、もうちょっとこう一人狼って、一匹狼っていう物悲しさもこうありながらっていうような印象があるんですけど、はい、今日の北斗選手また全然違って嬉しいですか。声がすごい出てます。いや、ありがとうございます。まあ試合中もね、あの戦ってる時は声出てますけど、はい、いやファンクラブ配信とか基本こんな感じなんですよ。そうですよね。そうなんですよね。やっぱりリング上の俺リング外出しちゃうとあまりの暗さにね、はい、ちょっと暗くなっちゃうから、やっぱり俺本当喋りたいですよもっと、はい、だからちょっと今日は特別です。あ、ありがとうございます。いやなんか嬉しいです。僕も、本当ですか。はい、配信始まる前からすごくなんか北斗選手も1時間半喋り倒しちゃうぞみたいなことをおっしゃってますね。そうなんですね。ファンクラブ配信ではもう1時間半配信僕なんか結構当たり前になってきてるところあるんで。そうですよね、はい、あと先ほどスパチャまたいただきましたよ、はい、スパチャありがとうございます。ゆうこ中村さんからいただきました。ゆうこ中村さん、宮原選手の挑発に乗らない冷静さ、はい、素晴らしい、世界卓応援しています、また現地に見に行けるように頑張ります。いや気づいてくれましたか。いや宮原さん、宮原さん、あとはい、あこれももう一個、もう一個、ファンクラブ本当に北斗選手の配信だけで元が取れるくらい素晴らしいので、皆さん分かってるな。ついに俺今年誕生日当日、はい、ファンクラブのためにやっぱ使っちゃいましたからね。ああ、そうだ、2日前誕生日ですよね。おめでとうございます。改めてありがとうございます。そうですよ、はい、誕生日どんな感じで過ごされたんですか。いや、今年の誕生日ですね、はい、ファンクラブの大森ホット当日、誕生日当日の生配信を一人でして、はい、一人でケーキ食って、はい、終わりました、はい、生配信中結構叫んだりもしてましたよね。いや本当にその前普通にいつも通り朝起きて、はい、一人でそばを湯がいて、はい、一人でジム行って、本当に普段からもう帰って肉屋行ってご飯食って、はあ、もうストイック、そのストイックパッションを、はい、たまりにたまった、俺誕生日やったるぞっていうのもそこでしか使えなかったんで、はい、叫んで歌っちゃいましたね。はい、よく歌は歌うんですか。正直に言うと、はい、
歌います。歌うかいってなりましたよ今。歌いますね、はい、歌わない感じでしたよ今。そうですね、まあちょっと今日も歌いたいんですけど、はい、さっき実はちょっとスタッフの方に言われちゃいまして歌っちゃダメ。実はあのちょっと大森北斗の歌が上手すぎると、はい、まあ、もしかしたらあの著作権引っかかるかもしれないと。はい、やっぱ俺普段ラルクアンシエル歌うんですけど、すごい、やっぱラルクアンシエルの会社からこの生配信止められる可能性があると見てる可能性が、はい、あ、だから本当に、まあ、歌うかどうか今ちょっと考え抜いてるところですね、はい、あ、まだ考えてるんですか今。はい、ちょっとこの後もしかしたら歌うかもしれないんで、はあはあ、まあちょっともし歌うことがありましたら、はい、ちょっと後ろで見ててください。歌声素敵ですって書かれてる方がいるので、はい、おそらく見てらっしゃったのかなっていうのもありますし、はい、あと浴衣姿最高ってやっと触れてくれてました、夏始まりました、はい、明日からもう7月、はい、正直僕は暑がりなんで、はい、暑すぎてちょっと夜最近眠れなくなってきました、はい、というわけであの早速さっきドンキホーテ行ってジンベイ買ってきて、え、これさっき買ってきました、はい、生配信前にちょっとさここら辺散歩してて、はい、ちょっとドンキホーテやってんで夏用の寝巻き買ってましただから寝巻きでいらっしゃったってことなんですか、はい、寝巻きで来たんすけどでも涼しげでなんかいいですね、爽やかで、いや、やっぱそうっすね、はい、でもこれ映ってないんですけど、はい、足元赤のスニーカーなのが面白い。いや、さすがにそこまで寝巻きにはできなかったですね。真っ赤っかのスニーカーなんですよ、はい、ちょっとそれは、ね、見せられないですね、恥ずかしい。そうですよね、なるほど。では、はい、せっかくなんでまた、あ、北斗さんのラルク再現度高すぎますからね、街道節がすごいんですよ。欲しがってんな。スパチャいただきました、ありがとうございます。皆さんもう欲しがってるなこれ。そうですね、このスパちゃんに入ってますね。入ってますね、熱い思いが。うわ、連目ありますか今日。いや、ないです、ないです。これもう設置も何もされてないんで歌っちゃダメなんですよ。いやマジか。でも歌ってほしいっていうなんか気持ち、皆さん高まってる感じっていうのはちょっと伝わってくるんで、はい、あるかもな。いや、ないですって。あるかもな。ここにはないです。ここにはあるかもな。試合の話にちょっと戻りましょう。試合の話、はい、試合の話に戻りましょう。失礼しました、失礼しました。とりあえず、大阪大会に関しては北斗選手が、はい、今回あの初の世界タッグ挑戦。そうですね、ですよね。ついにこの男が挑戦すると。この男が挑戦する。で、アジアタッグは、はい、児玉雄介選手と取られてましたね。そうですね、2022年に、去年の1月から、はい、まあ、約6ヶ月か7ヶ月の、超長期政権を築いたわけですよね。6度防衛されてました。6回でしたっけ、はい、60回ぐらいしてませんでしたっけ。いやすごい。いや結構、はい、間違いなく歴史、まあ、絶対王者って呼ばれてましたね。で、その時体感したのが、相手がティーホーク選手と、はい、先ほどそれこそ敦樹選手と会見を行ったエル・リンダマン選手、あ、はいはいはい、このタッグを倒して体感っていう。そうっすね、ですよね、あ、そうっすね、懐かしいな。めちゃくちゃちょっと薄れてた、薄れてましたけど、はい、いや、あの時はなんかすげえ、なんだっけな、あ、もうめちゃくちゃ忘れ、いや、一昨年の年末に、はいはい、ジュニアタックリーグがあって、はい、ジュニアのタックの1日でワンデートーナメントみたいなのあったんですけど、はい、で、それが昼の部で、はい、で、夜の部で、さらにファン感謝で、ファン感謝試合みたいなのがあって、ほんとハードだったんですね。で、俺優勝したんで1日4試合したんですよ。うわ、めちゃくちゃ1日4試合して、次体ボロボロになったんですけど、多分それがあったから、1月2日今日1試合しかねえのっていう勢いで買っちゃいました。あの2人から取るってすごすぎだろ俺。すごいですよ本当に。あの2人から取るって俺すごすぎだろ。すごいですよね。やばい、絶対王者だわそれは。だってティーホーク選手も先日三冠戦永田選手と戦ってっていうのもありましたし、はいはいはい、やっぱりあの2人がやっぱアジアタック史上
最強ってそれまで言われてました、正直。おー。誰が言ってたか分かんないですけど。で、塗り替えた。はい。いやー、取っちゃったな、あれ。いやー。はい。でも、アジアタック取ると、やっぱり次はもう世界タックっていうところですね。取んないとですね。もう一回、絶対王者にならないとですね。5月に後楽園で、はい、それこそ、鈴木選手とタックで、はい、宮原選手と青柳優馬選手との対戦、ありましたね、ちょっと悔しい思いありましたよね。そうですね。でも一回やっぱりやってるっていうのは、そのね、タイトル戦のタッグで戦ってるっていうのは、はい、何かこうヒントを得たりとかっていうのはあったんじゃないですか。あれが1ヶ月前でしたっけ。1ヶ月前ですね。そうですね、はい、いや、今の大森北斗1ヶ月めちゃくちゃ変わりますから。はぁ、今の大森北斗の1ヶ月やばいですよ。また全然違った。いや、もう驚くと思いますね。あの頃の俺だと思ってるから。はい。やっぱ宮原健人も余裕だ、余裕そうじゃないですか。やべえぞと、やっちゃうよっていう感じ。いや、なんかそのね、宮原選手っていうのはもう北斗選手に対してかなりこう厳しい言葉っていうか、ベクトル今も向いてるっていう中で、はい、いや、もうさっきも言いましたけど、あれに反応しちゃうとですね、ダメ、相手のこの手のひらの上なんですよね。はあ、はい、もうあいつの勢いで、あいつの流れで、そのタイトルマッチまで行っちゃう人がやっぱ多いんですよ。で、あいつこの前の新木場で俺にもガチ言ってたんですよ。いつでもどこでもいいと、俺に襲いに来いと。はい。さあ、バックステージでもいいし、リング上でもほら、はい、みたいな、もう俺を襲撃しろと言ってましたね。はい。ここに宣言しますよ。はい。すごい襲撃しちゃうから。え、襲撃するんですか。すげえ襲撃してやっからお前。え、行かない。ここで相手の手に乗らない、さっきまで強気で言ってたんですけど、はい、逆にもう裏の裏、逆に表ですよね。はあ、逆にすげえ襲撃してやるよ。これは、これは宣言、宮原選手に向かって、あさってですね。え、あさって7月2日、はあ、後楽園、はい、どこかな、リング上かな、バックステージかな、俺ね、すげえ襲撃してやるよ。ああ、宮原選手に対して襲撃宣言。見てるか、お前見てるか、お前宮原てめえ、はあ、ああ、いねえのか今日あいつ、差し入れとかねえのか宮原てめえ。確かに。ああ、前回調子すげえふざけたことやってたな。まああれ世界タッグ取る前でしたからね。はい、うん、おいおい、やってやるよと。7月2日後楽園は5試合目に宮原選手試合が組まれていますね。はい。宮原選手と T ホーク選手、はい、本間智明選手が参戦って、石川修司選手がちょっと怪我でっていうことで、代わりになんかはちゃめちゃなカードになってますね。で、綾部蓮選手っていう、はい、もうなんかすごいカードですよね。すげえカードですけど、うん、まあ、あいつは支援に集中しといていいでしょう。まあ、T ホーク選手とはチャンピオンカーニバル A ブロック最終戦で宮原選手も敗れてっていう、はい、なんでこのタッグなんだろうみたいな、ちょっとモヤモヤは、ね、はい、本人もあるかもしれないですけれども、はい、まあ、そこにあいつは集中してればいいですよ。あいつは俺に言いましたから、いつでも襲撃してこいと。はい、わかりましたと。すげえ襲撃、すごい襲撃してやるよ。その言い方その言い方、本当すげえ襲撃してやるよ。本当にもう高校プロレス界の歴史で、全日本の50年の歴史で、はい、いろいろ襲撃事件ありました。はい、もう本当一番すごい襲撃しないかなって。ほー、はい、じゃあまあ宮原選手へのそれメッセージっていうことで、はい、はい、残り時間も少なくなってきましたけれども、はい、試合のこともたくさんお聞きしてるんですが、はい、北斗選手はやっぱり普段っていうと、普段っていうと、その歌が、あと何分ですか。あと10分です。え、1時間半喋るつもりでした、もしかして。え、違うんですか。いや、あの、次またさっきなんか1時間半枠取ってるっていうの。いや、1時間半枠取ってるんですけど、ここにも名前書いてあると思うんですけど、ライジング隼人選手がこの後。え、あ、マジ。え、はい、あとじゃあ何分ですか。もう10分ぐらいじゃん。だって試合の話で、試合の話30分ぐらい使っちゃったじゃないですか。そうですよ、やばいでしょ。でもファンはもちろんそういう話ね、聞きたい、ファンの方は聞きたいんじゃないかなと思いますし、はい、だいたいね、はい、悲しいっすよ。なんかすごいね、他のね、昨日ツイッター見たらなんか、はい、
なんかライジングハヤトとね青柳敦樹がね生配信出る出ない出る出ないみたいにやり取りやって、はい、この前の生配信だってなんか新時代がどうたらでなんか選手2人とか、うんうんうん、宮原源とかサプライズ登場とかやってだからねえいや俺一人じゃんっていう感じですからねえめっちゃ寂しいじゃんでもそれも北斗選手らしいんですよね、はい、俺だけ単独やんまあ普段もそういう感じここでも一匹狼寂しいなウルフムーンウルフムーンですからね反逆のウルフムーンですからね、はい、いやでもそんなジンベエまで揃えてっていうことなんではい今日このまま帰ります、はい、本当に帰るんですかこのままこのまま帰ります帰るんですかちょっと電車の中かでね僕のことこの格好でいるんで見かけた人ははいぜひスニーカーがものすごく赤なんでしっかり目立つんですよそしてバチャいただきましたはいすごい襲撃楽しみにしていますありがとうございます大森北斗の逆襲行きたいですねおお北斗選手の濃密トークはぜひ FC 配信でって感じそうですね俺のやべえ話聞きたかったフェチフェチさんフェチさんフェチ正信さん北斗選手最後にラルク打ったとくかどうしますラルク打ったとくかじゃあちょっとすいませんアナウンサーいたんですよこれ、はい、おっえマイクじゃあちょっと暇だと思うんで、はい、よかったらあの特技の似顔絵で俺の顔描いておいてくださいあ特技の似顔絵はいもうこんな残り時間で歌っちゃうんですかあと何ですかあとまあ8分ぐらいはありますけどはいちょっとフルに使われてしまったどうしようっていう3曲しかないんで大丈夫ですか?3曲超えてます大体1曲5分6分ぐらいなんですよ3曲歌ったらもう終わっちゃってますはい、ちょっとだけ歌います。はい。本当に。ドゥーン。時は彼方。た。思いはふらふ。途切れそうなほど。透明な声。歩き出したその瞳へ果てしない未来が続いてる続きまして郷ひろみ言えないよ言えないよ好きでなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ恋だなんて君に届きそうな唇がほら空回りめちゃくちゃうまいですねめちゃくちゃうまいですめちゃくちゃうまいですかはいありがとうございます次見つめ合うと素直におしゃべりできない津波のような寂しさに I know 怯えてるすごい似てるできましたか？はい、あ、まだいや、大丈夫ですよじゃあすいません、あの俺が歌ってる間に似顔絵中本さんの、特技似顔絵をですね披露したいと思いますせーの、バンどうでしょうかえ北斗似てる、すごい似てるかっこいいですっていうのは来てますけど、はい、これはちょっと似顔絵のことかは多分歌のことだと思うのでえ、ちょっと感想いいっすかあ、まだ出てないか生配信まだ多分そうなんですよまだ追いかけてる段階なので
いかがでしょうか。中本が書きました。はい、大森北斗選手です。これすごい似てるんじゃない。あ、割と似てるって言っていただきました。まあまあ似てすごい。おい、何やこのはっきりしない言い方は。似顔絵似てる。あ、似てる。あ、嬉しいですね。似てます。それはプレゼントですか。プレゼント報酬しておりました。似てる似てる、素敵です。似顔絵似てますと。いやー、まあ嬉しいですけど、本当にでも歌こんなにうまいんですね。いや、ちょっと歌詞が欲しいですね。あー、はい、ちょっと歌詞がすげえ飛んで、はちゃめちゃ歌詞で歌うっていう。いや、でもその3曲歌うっておっしゃったんで、はい、1番2番でもう C メロフルでいくのかと思ってる。いや、だで次ここで生配信やることだったら本当に一回電目用意していてほしいですね。確かにそうですね。はい、でもやっぱり北斗選手声量がすごくありますし、はい、まあ、特にラルクは似てるっていう。ラルク、いや、これね、なかなかその今7割で俺のラルク似てる動画があるんですけど、10段階のうち、はい、今7なんですよ。はい、じゃあ俺がもし今ここで10にしたらって、10にしたらこれ YouTube 黙ってないんですよ。ああ、さっきおっしゃってた、さっきおっしゃってたあれですね。もう俺のラルク度10ってもうハイドそのものなんで、はあ、それはちょっとここではできないんですよ。これやっちゃうとこれバンされちゃうんですよ。あ、ラルクの映像流してるやついるなって。いや、マジ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 。そうなんですか。マジマジマジ。でもそのぐらいのこう湧き方はしてますからね。そうですね。皆さんのコメント欄、はい、本当に似てるみたいなのは。いや、そのうちね、なんか会場で歌いたいな。試合会場でですか。後、はい、楽園ホールとかで。いや、でも、はい、で嬉しいですね。こうまた新たな一面を皆さんにも知って。はい、もらえるっていうのは、なんか、はい、北斗選手サインを入れて似顔絵プレゼントしてくださいっていうか言われて、あの、なんかいいですか、これもらって、これ似顔絵プレゼント、はい、でもこれもらっていいですか。え、はい、これじゃあなんか機会があったらあのプレゼント企画でサイン、はい、そしたらじゃあサインいいですか。ありがとうございます。すいません、ちょっと、え、北斗選手が僕の似顔絵の下にサインを書いてくださるみたいです。じゃあ、 あのここに中本アナのサインを。あ、僕、はい、実はサインないんですよ。じゃあ中本さんの名前を書くしかないですね。本当テストのタラの名前みたいな、はい、元阪神井川の高卒1年目のサインみたいにあのフルネームで書くっていう。わかりました。そうだ、普段北斗選手、はい、野球観戦も好きですよね。え、いいっすか、野球の話して。あとですね、ちょっと10分ぐらいになっちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、ありがとうございます。ちょっと最近野球さらにハマってて、はい、あと2分です。おいおいおい、試合の話しかしてねえじゃねえかよ。いや、でも歌いましたよ。いやいやいや、歌いましたし、いやいやいや、まあ、3曲しか歌ってないし。え、いや、え、うまかったですからね。え、嘘、だってもう1時間半の手でいられたらどうしようもなかった。うわー、マジか、ごめんなさい、ペース配分間違えました。ですよね、はい、結構試合の話しちゃいましたね。はい、じゃあ、なんか最後に言った方がいいですか。え、これ時間大丈夫ですか。まあ大丈夫ですよ。じゃあ、あと10分ってことなんで、ですね、あと10分、あと10分、違います、え、違います、違います、あと2分ってさっき、あと2分、はい、あと2分、はい、あと10分ってことなんで、でもまだ喋るつもり。あ、いや、すいません。ぜひあのファンの皆さんに、はい、はい、ですね、じゃあもうここから いきますね。7月2日の後楽園ホール大会、日曜日の昼11時半試合開始です。そこでの俺の見どころは、俺が本田龍樹を、ぐちゃぐちゃにしてですね、前代未聞の、俺に襲撃をしろってわけわかんないこと言ってる宮原健人に、そのもうそんなそのわけわかんなさを超えるとんでもない襲撃をしてですね、ちょっと7月23の大阪大会、ちょっと皆さんね、まだ宮原健と青柳馬組勝つと思ってると思うんですけど、ひっくり返しますよ俺。俺ひっくり返しますよ本当に。中本アナ、はい、お約束します。あ、7
8月になるんですかね、7月23なんで、はい、8月23日から、あ、8月から全日新時代、はい、イコール俺です。あー、今のその新時代がもう、はい、崩壊します。7月23からですね、はい、俺と鈴木みのるさんが新時代になります。 7.23 大阪ですね。はい、勘案していきたいと思います。いやー、その前の7月2日の本当後楽園で襲撃宣言がありましたので、はい、これはちょっと楽しみにしておいてください、はい、で、そんな、はい、試合も見られるのが、はい、全日本プロレス TV、 プロレス TV 月額900円です。何度でも見られますから試合。そして終了ですってカンペが後ろにすげえ出てますけど、はい、関係行くぞせっかくなんかこう大声で登場していただいたんで、はい、最後も北斗武士で。じゃあ、皆さん本当にありがとうございました、はい、強制退場ということで強制退場じゃない、もうジンベ来て帰りますありがとうございましたありがとうございました。さよなら。いやまあ皆さん北斗選手のそのまた違った面っていうのも見られたと思いますし、ぜひあの全日本プロレス TV も加入して北斗選手の試合、会場に行けない方は応援していただきたいなと思います。あとはファンクラブ会員っていうのがありまして、ホームページの下にバナーがあるのでそこから登録することができるんですが、大会のチケットの販売もちろんですし、会員限定のトークルームっていうのもありますし、ファンクラブ限定の撮影会、試合前に選手たちと記念の写真も撮影することができますので、ぜひファンクラブ会員の方もチェックしていただけたらと思います。さあ、そしてスパチャもいただいております。ありがとうございます。ちょっとな、万次郎さんっていう方からちょっといただきましたね。はい、そしてここからは後半に移ります。おー、ライジングハヤト選手、よろしくよろしくお願いします。いつものリングインするときがもうそのままっていう感じですね。そうだね、今日ちょっと気合い入れてきちゃった。いや、嬉しいです。どう、盛り上がってる？いや、もう北斗選手歌ってましたよ。歌ってた？はい。ここで？はい。なんかすごいね。あんまそういうの好きじゃないけど。いやー、また北斗選手と全く違った隼人選手。すごい。これ最近このコスチュームになりましたね、紫の。そうだね、最近変えたよ。いやー、どう？かっこいいですよ。ね、俺もめっちゃ気に入ってる。はい。これどういうあれなんですか、コンセプトなんですか？これね、パンクロックの格好なんだけど、はい、あの若い時のビビアンウェストウッドが、ビビアンウェストウッド、はい、ブランドデザインしたボンテージスーツ、はい、それをプロレス用に改造したやつ。もう様になってます。ありがとう。まあ本当まだこれ着てから10試合はやってないと思いますけど、うん、もうなんかすでになんか定着してる感じしますね。あ、本当、はい、これ多分結構長い間着ると思う。はあ、ぜひこのコスチュームを皆さん目が離せませんよ。かっこいいですこれ。なんか喋りづらいからここ座ったら。いや、僕がここにですか、うん、そうそう。いや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 、そんな。ダメなの？いや、多分ダメだと思いますが。大丈夫です。どうぞ大丈夫ですって言われてます。どうしましょう、座ってて。失礼します。こういうことですよね。あ、ごめんなさい、ちょっと靴紐がほどけちゃいました。失礼します、こんなお見苦しいところを見せて。こういう感じですか。いつものポーズ教えていただいていいですか。ポーズはもう楽に足組んだら完成。こう、そう、いい感じ。こうですよね。そう。で、いつもこうされてますよ。こう。いや、ちょっと僕なんかこんなことしてやっていいのかなっていう感じなんですけど、これ見えないです。見えない。あの、隼人選手に酔ってるって来てますけど、全然いつもの通常運転、平常運転ですよね。平常運転なら今日あの配信があるから禁酒してた。ああ、でもお酒は好きですもんね。そう、大好き。大体いつも夕方4時から飲んでるから、はい、今日は我慢してきた。夕方4時から？うん、大体いつも4時ぐらいから飲んでる。もう静かにしっぽり飲む感じなんですか？そうだね、あんまり騒いだりしないかな。トレーニングもありますしね。そう、トレーニングして、はい、昼
栄養給して、はい、飲んでって感じ。飲んでっていう感じ。なるほど。いや、隼人選手、さっき敦貴選手の記者会見ありましたね。あ、あったね。ありましたね。見てないんだけど。え、見てないんですか。エル・リンダマン選手とっていうところで戦いがありますね。ね、どちら勝つんだろう、うん、いや楽しみですよ、本当に。グレートのリンダマン選手っていうとこう一緒に、そういえば敦貴選手、隼人選手、リンダマン選手でタッグ組んでっていう試合ありましたよね。あ、あったね。あれ確かオタクですね。で、相手が土井成樹選手と谷崎選手。そうだね。と、湯谷選手だ。あ、そうそうそう。鈴木小太郎選手。あ、そう。小太郎、鈴木小太郎選手、湯谷選手、土井選手。あ、そうだね。ですね。ですかね。はい。エル・リンダマンの声、高くてキンキンうるさいから、ちょっとあんまり近くで喋りたくない。そうなんですか。いや、え、思わなかった。いや、まあ、いつもマイクもああいう感じっていうイメージは、結構心理戦も得意なのかなっていう。あ、そうだね、マイクすごいよね、あの人。それこそ隼人選手とリンダマン選手と敦貴選手と組んだ時もリンダマン選手がなんか2人に葉っぱかけるようなしっかりせえみたいなのをリング上で言ってたりとかして、なんかもう自分の雰囲気に飲み込むっていうのは得意なのかなっていう印象は僕はありますね。もうなんか常にうるさいよね。もう隼人選手うるさい人あんま好きじゃない。あんま好きじゃないよね、なんか。さっき北斗選手が歌ってそうだね、あの控えすいたんだけど、はい、なんか何してんだろう。声聞こえてきてます。聞こえてきてた。なんかなんだろう、え、ラルクとか三曲ぐらい歌ってた。サザンも歌ってましたし、歌が得意っていうことで。ああ、なんかいつも歌ってるよね。そうですね、そうですね。これどうしましょうか。座り、僕座りていいですか。なんかこれ。いいよ、任せるよ。はい。ちょっとなんか申し訳ないという感じ。あのスパチャもちょっと僕確認しないといけないので。そっかそっか。あ、スパチャいただきました。ダンさんからです。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと画角を今カメラの画角を変えてますね。なんかアップでも拝見したいですっていうこともありますし、イケボです、ハヤト選手っていう。あ、そう。でも俺自分の声あんま好きじゃないんだよね。落ち着きますよ。でも、あ、本当？はい、解説していただくこともありますけど、本当にこうパートナーのね、前は敦貴選手の初防衛戦、石田海人選手との試合解説していただきましたけど、あの時もまあ、ね、パートナーだからこう熱くなって見てしまいがちですけど、そこも落ち着いてすごくいつもの隼人選手っていう感じがしました、ね。あ、本当。でもあれ俺の中のテンションマックスだったんです。あれマックスだったんですか。そうなんですね。ちょっと隼人選手いつもこう不思議な感じなので、そこわからないところもあったりするんですけど。 あんま感情読みづらいって言われる。そうですよね。なんか確かに話しててもそのボーンとテンションが上がるっていう感じではないですし、いつもこう落ち着いてしっとりっていうような。そうだね、うん、お酒飲んでてもそんなバーンと上がらないし、はい、そう、もうほんとベロベロになったら分かんないけど、はい、基本こんな感じだね。わあ、ソフトな声質好きですであったりとか、あ、ありがとう、かっこいいよっていう。黄色い声援も飛んでますから、いつも。ありがとう、あれ本当嬉しいよ。そうですね、やっぱり聞こえてるものなんですか。うん、入場の時とか退場の時はすごい聞こえる。あ、でも試合中はあんまりやっぱ集中してるから聞こえにくいかな。はあ、そうですよ。なんか試合中って隼人選手特にこう、もう今年もそうです、今年から一層こうリングの中ではかなり感情むき出しに戦うようになったのかなっていうようなイメージなんですけど、うん、そうですね、どうでしょう。うん、やっぱり今までもうちゃんと一生懸命やってたんだけど、はい、今年からは結構なんだろう、まあ、自分の中で勝負かなと思って気合が入ってる。クールなイメージですけど、リング上では本当すごく声出てますし、前回も直近で言えば新木場大会も見に行きましたけど、湯谷選手との一騎打ちありましたね。時間切れ引き分けになっちゃったやつ。時間切れ引き分け終わった後すごく悔しそうだったので。いや、そうだね、もうこんなこと言っちゃ失礼なのかもしれないけど、はい、俺は絶対勝てると思うし、絶対勝ってやると思ってたから、はい、すごい、なんか負けてはないけど、すごい悔しかった。あ、ただ、湯谷選手、まあ、ブラックジェネレーションインターナショナルっていうグレートのユニットの一人ですけど、7月2日にもうメキシコに帰るっていうことは。
が、え、そうなの、あるみたいなので、また帰ってきた時にお互いどういう風になるのかなっていうか、お互いの成長したところとかそういうところも見てみたいななんて。あ、そうだね、なんか俺的にはもう早く帰ってきてほしいね。あ、一回決着つけてからメキシコ行ってほしかったけど、まだしょうがないね、はい。もともとそうですもんね、まあ、日本人広島出身ですけど、ユタニ選手メキシコでプロレス学んで、逆輸入のルチャドールっていうことだったんで、ね、めちゃくちゃ珍しいよね。珍しいですね。でも隼人選手も前回のあのシングルでもすごく声出して戦われてましたし、会場もすごく沸いてたなっていうように感じました、うん、ありがとう。ネット向かってやるとやっぱ照れるんですね。いや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 、そこはクールに決めてください。負けちゃったけど、そうですね、世界タッグ戦めちゃくちゃ良かったですっていう話も出ます。あ、ね、ありがとう。宮原選手、青柳優馬選手に敦樹選手と、青柳敦樹選手と組んで隼人選手挑戦ありましたね、うん、初対戦だったんだよね、あれ、宮原健人と。はい、そう、実際どうでしたか。うん、やっぱり強かったし、結構もうほぼ試合をなんか宮原健人が回してたというか、なんかペースを握られてたっていう感覚が強かったのと、あとシドビシャスを初めてヘビー級の選手に決めたんだけど、はい、あ、なんかジュニアの選手にするのと感覚が全然違ったね。なんかあのトップロープからのムーンサルトなんですけど、シドビシャスっていう技、あれ決まれば隼人選手もう 100% 今までの試合決まってるんですよね。ただこの間あれカットに入られてっていうことでした ね、 あ、 そうだね、まあ、あのカットがなかったらどうなのか分かんないけど、はい、でもやった感じが全然違って、なんかなんだろう、ほんと分厚い肉の塊の上に落ちたみたいな。はあ、ね、今までの感触と違いましたか。うん、なんか厚さが全然違った。はあ、シドビシャスはあれを出した時に、うわ決まるのかってやっぱり期待感っていうのはすごくありますね、うん、あ、本当あります、うん、俺不安しかないんだからね。なんか毎回あの初めてやる技のように緊張してるみたいな話されてましたよね。あ、そう、あれもう本当その日のコンディションとか、はい、その日のちょもういろいろなロープの張り具合とかでもしかしたら足踏み外すかもしれないから、はい、毎回、あ、今日は成功するのかなとか、もう飛ぶ前にすっごい緊張してる。うわ、いや、リスクっていうのは相当高い技っていうのはありますね、やっぱり。そうだね、でも、まあ、それだから当たったら勝てるんだけど、はい、うん、まあ、でもリスク多い方が楽しいから、うん、試合もリスクある領域に踏み込んでいってなんぼっていう。そうだね。そうですよね。あ、そうだ、さっきコメントでもあったんですけど、オールトゥゲザーいかがでしたかっていう、うん、あ、オールトゥゲザーね、うーん、まあそうね、まあ初めて体感する、まあ、両国と、あと、まあ、高橋宏夢、その試合前の記者会見から宏夢選手とはいろいろありましたね、どっちがかっこいいかみたいな話も、うん、いや、まあ楽しかったけどね、楽しかったけど、うん、またうるさかったね。本当にうるさいのが苦手っていう。そうだね、なんかもうずっとうるさいな。どちらかというと今までパートナーの敦樹選手っていうのもそんなにこう普段ガンバ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 ンこう喋っていくっていうよりは落ち着いてるような印象も。そうだね、試合中は声大きい時もあるけど、確かに普段あんま敦樹はテンションが低いから、ほうほうほう、そう、まあ、だからベクトルというか、なんだろう、テンション合ってるのかなと思うけど、ちょっともし敦樹が高橋宏夢みたいなテンションだったらちょっと嫌な。あんまり想像つかないかもしれないですけど。そういえばその敦樹選手とのこう関係っていうか関係性っていうのはどういう感じですか。そうだね、最初全日本プロレスに来たばっかりの時はあの、まあ、ちょっと優遇してくれたのか、なんか最初さ、あの俺の3本勝負みたいな、なんか3本勝負、はい、試練の3本勝負みたいな、3番勝負みたいなのあったんだけど、でその時若手だった敦樹がなんかいきなり来て、なんだこれはみたいな、よそ者がみたいな感じだったんだけど、はい、まあ、その後、まあ、何年か経った後に、まあ、一緒にやっていこうってなって、うん、 そうだね、それ確か2人とも試合して20
分ちょっとぐらいやったのかな。で2人とも動けなくなっちゃってレフリーストップで引き分けになったんだけど、はい、うんうん、で最近はプライベートも仲はいいね。ほう、最初は全然ギクシャクだったんだけど、あの俺飲むの好きだからさ、はい、あのアツキにあの一緒に飲みに行こうってラブコールを5回ぐらい断られたんだけど、まあ、6回目ぐらいで一緒に行こうってことで、はい、2人で飲みに行って、そこから、うん、ちょくちょく飲みに行くようになって、はあ、楽しくやってる。はあ、どんな感じの、まあ、なんですか、2人で飲んでる時って結構静かに。そうだね、静かだけど、うん、でも俺あの結構飲むから、はい、結構飲むから、であの敦貴はあんまそのもともとお酒がそんな好きじゃないから、なんか、はい、ちょっと静かに無理やり飲ましちゃう。そうなんですか。好きじゃなくてもやっぱり一緒に飲みたいっていう気持ちはあるぐらいの方を信頼し合った仲だったってことですよね。そうかそうか。でもやっぱりそのアツハヤ組っていうとバトルオブグローリージュニアタッグバトルオブグローリーっていう印象も強いですし、まあ、今年優勝こそ逃してしまいましたけども準優勝で息もぴったりで、ハウザーインパクトなんていう噂は2人でね一緒にタッグツープラトンでっていうのもあって、ね、すごく見てる側はワクワクさせてもらいました。うん、あれ最初もともとアツキが1人でやってたんだけど、はい、なんだろう、なんか話した時にアツキがこれ2人でやろうよって言い出したのがきっかけなんだよね。へえ、そこから始まって試合で使うようになったんですか。そうだね、やっぱ新兵器が必要だったから、はい、これでいこうってなった。はあ、この先っていうのは厚早組でなんか目指していきたいなっていうところとかってあったりするんですか。そうだね、でもこの前世界タッグが一番大きな目標、2人の目標だったんだけど、はい、まあ、叶わなかったから、うん、次はまたちょっと厚木と相談する。そうだ、まあ厚木選手ね、今世界ジュニアのベルトも持ってますし、まあ、仲いいだけじゃなくて当然そこにもうジェラシーって言いますか、そこもあるんじゃないですかね。ジェラシーはもう常にあるね。まあ、仲がいいけど、まあ、仲いいだけに人の3倍ぐらいやっぱジェラシーが、はあ、そうですよね。前回、石田海人選手とやって厚木選手が勝った時も解説席にいらっしゃっておっしゃってましたよね。なんかおめでとうっていう気持ちもあるけど、うん、正直ジェラシーもかなりあるっていう。そうだね、でもやっぱ俺にとってジェラシーってすごい大事だから、ジェラシーがなくなったら終わりなのかなっていうのが、はい、はあ、ね、そこでまた自分にも火をつけるっていうか火がつくんですね、うん、さあ、そしてスパチャをいただいております。ありがとう。ピアスアップで見せてください。ピアスもあります。ピアスこれどうでしょうか。ありがとうございます。暑い夏がそろそろやってきました。あ、そうか、触れてるから映ってる今、うん、これ最近ピアスちょっと変えたんだよ。はい、あの今まではなんだ14ミリのピアスだったんだけど、はい、この前の新木場の試合前前日ぐらいから16ミリに拡張した。なんかあったんですか、そこのきっかけっていうか。なんもないよ。何もないですか。何もないよ。なんか大きくしたいなと思って。はい、いや似合ってますよこれ。うん、あ、まだまだあれですね。あ、かっこいいって来てますし、うん、いやこれはかっこいいですよ。ちなみにあの愛媛のプーチンさんからもいただいてるんですが、うん、ありがとうございます。愛媛プロレスとダブルで所属っていうこともありますし、愛媛の愛っていうのもねありますもんね。あ、でもうん、そうだね、やっぱ自分の育った町だし、はい、そうだね、自分のなんだろう、ずっと応援して愛媛にデビューしたから、やっぱり最初は本当全然無名中の無名みたいな感じだったから、うん、そこからずっと応援してくれてたみんなってのはちょっと特別かな。そうですね、最初だって入ったのが愛媛プロレスだったわけですもんね。そうだね、高校生の時に入ったのかな。在学中に2016年にそうだ入って、で全日本プロレスに入団したのが、正式に入団したのが2022年去年の1月ですね。 その時新春バトルロイヤル優勝ありましたね。あ、したね。でも、うん、でもあれは、まあ、ただのラッキーだったから。あ、そうですか。今
なんかこう全日本での自分の立ち位置ってどういう風にしていきたいみたいなありますか？そうだね、うん、全日本でっていうより、まあ、プロレス界で、はい、うん、やっぱり俺にしかできないことしたいし、うん、俺にしかできない作れない雰囲気とか出したいし、はい、うん、そうだね、まあ今ビジュアル系レスラーって言ってるから、まあ、俺がいなくなっちゃったらプロレス界の一つのピースがいなくな なくなるような存在になりたいなって。去年8月から本当今のこのビジュアル系っていうのも前面に押し出して、でもこれが本当の姿なんですもんね、自分を解放っていう。そうだね、でも今本当好きなもの、今年体コスチュームもそうだし全部もう好きなものしかやってないから、はい、うん、本当自分がやりたかったことなのかな。最初吉達選手と組んだ時に急にこういう感じになったんで、吉達選手驚いてましたよ ね何があったみたいな。そうで、その時もすごい自分的には緊張してたんだけど、はい、で、確かその時緊張したのが吉達ちゃんって呼んじゃって。そうですよ。そうだね。で、あれさ、あの俺あれなんだよね、酔っ払ったらみんなのことちゃんづけで呼んじゃうんだよそうなんですか。先輩とかでも、はい、だからそれがちょっと緊張して出ちゃったのかな。ああ、でもなんかこう吉達選手だったからこそこうなんかいい化学反応は起きたのかなとは思うんですけど、うん、割とその辺寛容な感じでしたもんね。ああ、そうなのかな、あんま気にしなかったいやでも本当この感じでこうこれを確立させていってベジュアル系がいなくなるとっていう大事な存在を目指していくっていうところですよね。そうだね。うん、さあでは試合告知改めてさせていただきます。7月2日後楽園ホール大会、これいつも夜の試合も多いんですけれども午前11時半開始ということで、ハヤト選手は1試合目ですね。そうだね、だからもうあんまり前日にお酒飲まないようにしないと。確かに深酒しちゃったら多分会場入り できない可能性もあるから。あさってですよ。そうだからちょっと禁酒、うんうん、1、2杯か2、3杯か3、4杯だけにしとくね、はい、うん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 、まあそのぐらいだったら響かない。そうだね、そんなベロベロにならなかったら響かないし、飲まないと体調不良になっちゃうから、はい、そうですよね、うん、あ今これタッグマッチのバナーが出てますけれども、本当だ、ライジング隼人選手、井上亮選手、渡辺壮真選手、うん、グレートの新鋭の選手と組むことになりますかね。そうだね、あでも渡辺壮真はこの先月かな今月かな、なんかあのインディージュニアの祭典っていうのがあって、そこで愛媛プロレスとして俺が出て、うん、そこで一瞬だけ対戦相手に触ったんだよね。ああ。ほんと一瞬しか触ってないからなんだけどでもすごいやってて楽しいなって思ったし、すごいスピードも身体能力高いから、はい、またしたいなと思ったんだけど、はい、今回はもう組んじゃってるから。でもなんでしょう、その敦貴選手とはまたタイプはもちろん違いますけど、必殺技にファイアーバードもありますし。あそうだね、同じだね技がそうですよね、どこかこう渡辺選手被る部分っていうのもあるのかなとも思いますね、うん、でまたスパチャを先ほどいただきました。 ありがとう。モーシーさんでいいんでしょうか。ハヤトが全日本プロレスに上がるようになってからずっと愛媛大会を期待しているのですが、まだ実現していません。ぜひともハヤトの地元松山市での愛媛大会の実現をお願いします。ハヤトも実現への働きかけをっていうことは頑張るよ。でも俺もそうだね、愛媛で地元で全日本プロレスの試合したいかも。あそういうところあれですよね、まあ、僕ももともと高知県に、でアナウンサーやってたんですけど、高知にいた時も高知でなかなかプロレスの興行っていうのも開かれなかったりして、でも来た時ってすごく盛り上がりますし、ね、プロレスが来るぞとかなりますよね。そうだね、あと昔から応援してくれてる人とか、はい、同級生とかに今の自分を見てもらいたいっていうのもあるし。そうですよ、凱旋試合っていう形になりますよね。うん、そうだね、うん、やっぱり、うん、なんかお世話になった人とかも呼んでみたいなとか思ったりする、ね、あ四国の統一ヘビー級王者にも2017年の4月に。あ懐かしいね。はい、あスパチャ来たらですね、ちょっとまた、あ、ごめんなさい、これさっきのかな。あ、来ましたね。うわ、ワイ、なんて読むんだろう、ジョーダンでしょうか。ワイ、ジョーダンちゃん、ありがとう
出ました、ちゃんづけ。いや、さっきちゃんづけちゃんづけってすごく来てたんで。あ、ほんと。いやビジュアル系の顔立ちで熱い顔面受けをするプロレス界のシドビシャスに敬意を込めて。なんかおしゃれなコメントです、ね、ありがとう。いやシドビシャスは本当にこれからもリスク背負いながらではありますけど、ね、使っていく技、大事な技の一つになりますね、うん、やっぱシドビシャスの名前出ると勇気つけると勇気が出るしね。あシドビシャスは21歳で死んじゃったんだけど、はい、まあ、俺も24だから。すみません、シドビシャスっていうのをちょっと説明いただいていいですか。シドビシャスっていうあのセックスピストルズっていうバンドのベースの人なんだけど、はい、うん、まあ、すごいかっこよくて、まあ、ベースはそんな弾けなかったんだけど、ベーシストなのに。でもすごいカリスマだってかっこよくて、でも21歳で死んじゃって、あの過剰摂取で。あ、なるほど。でもその人が今も自分の中の人生の中で一つこう何かを与えてくれた。まあそうだね、やっぱり、まあ、パンクロックといえばシドビシャスっていう俺の中のイメージがあるから、はい、まあ、パンクが好きだからさ。じゃあ今これ全身に本当受け継がれてるわけですね。受け継がれてる。よく見ると目も紫の上してますね、うん、すごい紫のカラコン使ってる。わー、なんか紫はもうこれからずっと、うん、全身紫っていう感じで。うん、でもそうだね、まあ、うーん、全身紫、まあ紫が今ハマってるから、もしかしたらこのチェック、この形のこのまんまでこの例えばチェックのこのボンテージスーツがまた別の色になるかもしれないし、はい、うん、いろんな衣装のまた変化っていうか、そうだね、コスチュームの変化っていうのも楽しめるなっていうのはありますね、うん、さあそして全日本プロレス TV 改めてちょっと告知をさせてください。全日本プロレス TV に加入すれば月額900円で全日本プロレスの試合大会見放題ということなので、ぜひ皆さんも登録よろしくお願いします。まあ、見てくださってる人もぜひ加入してるよなんていうことがあれば、これから加入しますとかいろいろコメントいただけたら嬉しいなと思います。あとは、そうですね、ファンクラブ会員のことなんですけれども、うん、大会のチケットの販売、それから会員限定のトークルーム、ファンクラブ限定の撮影会っていうのもあります。ハヤト選手とも写真皆さん撮れますんで、ぜひ会場でもファンクラブに登録して会場に足を運んでいただけたらなとも思います。さあそして改めて7月2日後楽園ホール大会なんですが、ちょっとハヤト選手の目線で試合っていうどういう試合かっていうのをちょっとこう評価していただけたらなっていうふうに思うんですけど、うん、OK、 はい、あ、たけしさんからスパチャいただきました。あ、たけしちゃんありがとう、ありがとうございます。で先ほどのライジング早田選手の試合、そのあとは吉達選手、ブラックメンソーレ選手対鈴木小太郎選手、ハットリー・ジャクソン選手の試合、それから3試合目、先ほど出演いただいた大森北斗選手と谷崎直樹選手対近田隆樹選手と花畑正雄選手、グングニローブアナーキーの対戦があります。そして4試合目、諏訪間選手、小島さとし選手、カズ林選手、田中稔選手対ブードゥーマーダーズ、斉藤潤選手、レイ選手、河野選手、歳三選手、そして5試合目が宮原健人選手、そしてティーホーク選手が組んで本田智明選手、本間智明選手と綾部蓮選手が戦います。ではせっかくなんで世界ジュニアヘビー級の選手権試合のことをお聞きしていこうかなと思うんですが、敦貴選手とリンダマン選手、改めてこれどういうところポイントになりそうですか。そうだね、やっぱりなんか、まあ、敦貴はもちろんタッグパートナーで思い入れがあるけど、はい、一回エル・リンダマンは何だろう、いつだろう、2022年か21年どっちだったかな、はい、のジュニアバトルオブグローリーで、うん、新競馬大会だったかな、で確か俺が全日本プロレスで初めてメインのシングルマッチで対戦したのがエル・リンダマンなんだけど、2021年の6月2日の新競馬ですね。そうで、その時は負けちゃったから、うん、でその負けたエル・リンダマンに、まあ、敦貴に勝ってほしいけど、でもなんか俺が勝つ前に勝ってほしくないなってちょっと気持ちもあるんで、また複雑ですね、応援はするけどもっていうところですよ ね、 うん、まあでも試合はでも、まあ、体力は敦貴の方が大きいか
けど、はい、エルリンダマンすごいパワーがあるから。だって斉藤麗選手投げたりとかしてましたよ ね、 ね、すごいよね。すごいパワーです、まあ、本人も今日も会見でも言ってましたけど、あのジュニアヘビーじゃなくて俺は無差別級だからってなんか勘違いしないでくれみたいな発言もありましたね。そんなこと言ってたんだ。まあ、G-REX 王者にもなってますし、G-REX もちろんあの無差別級なので、うん、まあ、そういうところへのこうプライドっていうのもあるのかなと思いますね。そうだね、まあ、動き早いから、まあ、敦貴が捕まりさえしなかったら敦貴が確実に勝つんじゃないかな。はあ、捕まらないようにする。そう、相手に例えばあのバックにテイクバックさ、後ろからこうで突っかれたりしたら絶対投げられちゃうから、はい、まあ、本当動き続けて、でもエルリンダも動き早いから早いんですよね。敦貴選手も早いけどスピード対決っていうところもなるのかなっていう、うん、そうだね。本当でもそれだけかな。捕まりさえしなかったら絶対敦貴が勝つと思う、うん、ああ。いやー、そうですね、リンダマン選手、アジアタックも取ってますね、全日本でいうと。そうだね、ティーホーク選手と2021年の9月の7日に取ってますね。で、そのアジアタックに敦貴選手 と、兄のユウマ選手が挑戦したこともあって、その時敗れてるんですよね。だから、まあ、このリンダマン選手と敦貴選手もいろんなこう今までの因縁っていうところでいうと、まあ、長いのかなと思います。世界ジュニアごめん、はい、トイレ行ってきていい？え？ちょっと待ってください。今敦貴選手の話してたんですけど、トイレですか？いや、いいですけど、もちろん救急は、あれ、ちょっとお手洗いに行かれたということなので、改めて、あ、フェチ正信さん、またスパチャありがとうございます。たけしさんもありがとうございます。やっぱりちゃん付け嬉しいですよね。そしてもう1試合、7月2日、今画面の左の上に出ていますけれども、後楽園ホール大会では3冠ヘビー級選手権試合もあります。あ、帰ってこられましたね。お待たせ。はい。帰ってこい。お待たせ。いや、はい。なんだっけ？なんか変わった。好きなお酒？はい。ほろ酔い。あれ、ほろ酔いなんて言ってなかったですけど、え、なんかちょっと、いや、はい、あ、で、そうです、今聞いてたんですけど、その世界ジュニアヘビー級選手権試合、早田選手、敦貴選手とリンダマン選手が戦うということですけど、これについてもうちょっといただいてもいいですか。敦貴が勝つよ。あ、でも悔しいっていうか、でジェラシーも感じてるっていう話ですよね。はい、最初お酒飲みたい。え、いつですか、今ですか。はいはいって言ってましたっけ。うんって言ってませんでした。ちょっと敬語なんですけど、え、なんかちょっと違う気がしますけどね。なんあれ、気のせいでしょうかね。ちょっと、いや、でもなんかポーズちゃんと決まってるんだな、これ。あとちょっと三冠ヘビーの方も聞いていいですか。三冠いいよ。あの敦貴選手の、お兄さんの青柳優馬選手が、永田裕二選手に挑戦っていうことなんですけど、隼人選手から見てどうでしょうか。うん、優馬の勝つよ。あ、そうですか。はい、どういうところポイントそんなずっとやってたっけ、ピース。優馬選手、え、てかそもそもごめんなさい、もうちょっと、誰ですか。ハヤトだよ。いや、なんか違いますもん。違う、そんなやらないですもん、ハヤト選手。髪型とかはそうですけど、なんかちょっと違いますもん、髪色とか。でさっきまで紫でしたからね。なんかちょっと一部ですし、どうされたんですか、これは。ごめん、お待たせ。いや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 、ちょっと。え、敦貴何してんの。ハヤトだよ。てか、そのパンツ、俺のじゃない？置いてあった。勝手に取らない。しかもそこ俺の場所なんだけど。何してるの？ちょっと笑ってるじゃん。笑ってないよ。ちょっと滑りたいから、寄って。戻るね。え？
対何してる？本当に？だって記者会見です。てか何それ？その…ちょっと…あれじゃない？メイクとかも、なんか誇張が激しすぎる。流行りの、ハヤトメイク。全然…流行ってない。流行ってるか知らないんだけど。巷で有名な。流行ってるの？でもドッペルゲンガーすぎって言ってる人いますからね。結構似てるのかな。改めてですが、青柳敦樹選手です。もう分かんないですよこれ。結構ちょっと似てるし、似てません。もうでも顔がもうこっから行ったらもう、うん、早くも、もうピンが目立ってますね特に。で耳がいやちゃんとピアスこれ塗ってますもん、うん、ちゃんと。それじゃ穴開いてるんですよ。これ塗るもんじゃないんですよ。違いますよ。塗ってるんじゃない？塗っちゃダメ。穴開けてんだよ。開けてんの？ダメですって。ちょっと敦樹選手さっき記者会見してましたよね。してました。リンダマン選手とね。あ、やってました。決意表明ありましたけど。決意表明し終わりましたから。これ今じゃプライベートでやってるの？趣味。しかも勝手にコスチューム使われてっていう。道場に置いてあったから持ってきた。それちょっと泥棒だよ。確かに。まあ仲いい2人だからできることではありますけど。はい、まあいいんだけど、うん、ちょっと敦樹選手、はい、これどういう感情で入ってたんですか？どういう感情だったの？いやもう隼人になりきって、ああ隼人を憑依させてきたんですよ。これも、はい、これもで腹筋もちゃんと書いてる。なんかもうイカみたいな、なんですかこれ。いやーすごいなー。ちょっともう収集がつかないですけど。改めてですが、もう今年のジュニアタッグバトルオブグローリーも共に戦った2人ですし、世界タッグも宮原選手と青柳優馬選手お兄さんとに2人で挑戦も先日ありました。さっきからその隼人選手にはいろいろその敦樹選手との関係なんて聞いてたんですけど、はい、敦樹選手どっちで言ったんですか？いや、敦樹選手と言った方がいいですか？敦樹選手、敦樹選手でもそれもそれで違和感ありますけど。敦樹選手から見た隼人選手との関係っていうかどういう感じですか？そうですね、やっぱり最初は、まあ、僕人見知りなんで、はい、さっき言ってたお酒誘ってきててめちゃめちゃめんどくさいなこいつっていうのが最初の印象でした。はい、意外ですね。なんか普段静かな感じですけど。いや、まあ、静かですけどグイグイ来るんですよ、ね、意外と。5回アタックしたってことですか？はい、そうだね、5回ぐらい断られて6回目ぐらいなんかいやいやそうな感じで。もうなんか言っとかないと人としてあれかもしれないっていうので行ってそこでちょっと打ち解けたみたいな。ほーありましたね。今の関係性とか本当一緒に戦う中ですけどどうでしょう？いやでもやっぱりそれこそ最高のパートナーじゃないですけど、うん、息も合いますし、はい、まあ、でもまだ結果が一つも残せてないっていうのが課題なのかなっていうのは思ってます。うもうちょい脇閉じた方がいい。あ、指導が入りました。隼人選手の指導が入りました。閉じんだ。あ、そうか、こうですもんね。そうそう、さっきは全部閉じた。初シールド。なんか、リング外、場外出た時にこれもありますよね。あ、あれ、テンション上がると指食べちゃう。あ、こっちですね、こうですね。指食べちゃう。食べちゃってる。僕も食べてるんだって。怖い怖い。怖い怖い怖い。違いますって。いや、ダメですよ、これ。はい。え、次のも。ジュニアヘビー級選手権試合、これダメですよ、はい、これはさすがに大丈夫、さすがにやらないですか？絶対にやらない。いやいや、振りじゃない。本当にダメです。本当にダメです。ちょっと記者会見でもいろいろ話あったと思いますけど、なんかもうこの格好でなんかいろいろ質問するのも変な感じですけど、ディナマ選手と決まって今の気持ち改めてどうでしょう？はい、いや、やっぱそれこそ本当に強いチャレンジャーだなとは思いますけど、はい、見ていただいたら分かる通りめちゃくちゃリラックスしてるんで、はあ、青柳敦樹全開で7月2日は迎えたいと思います。うーん。ちょっとやめて。食べてる。いや、隼人選手がうるさい人嫌いって言ってたんですけど大丈夫？大丈夫ですか？嫌われてますか？今日どうですか？まだ大丈夫。まだ大丈夫ですか？
あとちょっと、これ以上いくと大変だ。控えめに行きたい。控えめに行きたい。じゃあ、ごめんなさい。試合の告知もしないといけないので、7月の2日の後楽園、さっきの、敦貴選手とリンダマン選手の試合と、メインがですね、三冠ヘビー級選手権試合で、永田裕二選手、第69代、三冠王者対、お兄さん挑戦しますね、はい、青柳優馬選手。勝てば、五冠っていうことにもなるんですかね。アジで世界タッグのベルトも持ってますし、そうですね。あ、で UN タッグのベルトもありますよ。あ、俺持ってる。そうですよ。2人で六冠すごいです。六冠ですよ。しっかりして。これ二冠だよ。そうです、二冠です。UN タッグの天竜プロジェクトの UN タッグ初代王者に輝きましたし、はい、で優馬選手の挑戦っていうのは今どう見てる？いやー、でももうあれじゃないですか。青柳優馬選手もそうですけど、はい、もう全日本プロレスファン全員がきっと勝つことを望んでいる、うん、もう勝ちしか許されないと言っても過言ではないカードだと思ってますし、うん、はい、もうここは行ってほしいですね、弟としても、うん、はい、6.17 の大田区で安西選手相手に永田選手が防衛果たした後に挑戦表明っていうのはありましたし、でもなんか今回のこの決意って覚悟っていうのは優馬選手かなりありそうですよね。そうですね、もうここがラストチャンスぐらいの勢いでいっちゃってると思いますけどね。はい、まあ、かつて永田選手とタッグも優馬選手組んだことありますし、はい、2021年の2月4日ジャイアント馬場さんの23回忌の追善興行でもタッグ組んでましたし、で戦ったのが2022年の12月の4日世界最強タッグ決定リーグ戦でジェイクリー選手と青柳優馬選手が永田裕二選手と安西優馬選手と戦ったっていうのもありますし、まあ、これも結構こう長いです ね今までっていうのも、で青柳選手が永田選手から取ったことっていうのもまだないですし、はい、そこもこう何かこうここで決着をつけてやるみたいな気持ちはあるかもしれないですね。あの次に隼人選手とタッグを組むときには敦貴選手この顔でって書いてます。これでいくしかないんじゃない？多分ね、やめた方がいいと思う。スパチャ入りました。お二方とてもかっこいいです。これからも応援してまいります。ありがとう。コスロバ1109、コスロバ1109ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こっちは嬉しいんでしょうか、ファンの方は。ありがとうございます。でもスパチャも今日もたくさんいただいて本当にありがたいですね。こういう風に何でしょう、こうリラックスした感じでお話できる機会っていうのもなかなかね、普段試合のスケジュールも詰まってる中でってなるといいのかななんていうのも思うんですけど、まあそうだね。でもいつも大体俺どっかの居酒屋でゆっくりしてるから探したらいると思う。敦貴選手と一緒に。そうですね、僕は家にいます。うん、あんまり来てくれない。たまにツイッターで載せてません？うん、たまに、たまにですね、ほんとたまに。敦貴選手がお酒あんま飲まないっていうことも、ほろ酔いで。あ、自分のことだったんですね、ほろ酔いって。そういうことか。ハヤト選手になりきってじゃなくて自分の好きなお酒だ。ちょっと青いガツキも出しちゃったんで。ちょっと出しちゃった。なるほど。ちょっともうすごい光景ですが、改めて7月の2日、11時半開始の後楽園大会、ぜひ皆さんあのお越しください。そして、全日本プロレス TV に月額990円で加入すると、皆さん試合見放題ということなのでぜひお願いします。敦貴さんからもぜひなんかこうお願いしたお。そうだね、よかったらみんな全日本プロレスのファンクラブ入ってよ。クラブ AJPW待ってるよ。隼人選手、見本を、うん、みんなクラブ AJPW に入ってね、待ってるよ。全然違うじゃないですか。全然違いました。違いますよ。なんか並べて聞くと全然違いました。ちょっとドス聞いてますし、めちゃめちゃ似てると思ったんだ。いや違う。研究してきましたから。研究、そうなんですか。いや、そうですね、改めてですけれどもスクショタイムっていうのをちょっと取らせていただきましょうか。2人、僕はもうあの関係ないので。いいよ。こんな多分2人珍しいと思うのでちょっと皆さん
この2人を。ここに行ったらそこに乗っちゃう。締めて。いいですね。じゃあそこま後ろ、後ろに行って最初。はい。すみません。では、全日本プロレス TV 月額900円で、990円と先ほど申し上げました。申し訳ありません。月額900円で、加入することができますので、ぜひ皆さん加入して、試合に来られない方はそちらもご覧ください。そして7月の2日後楽園ホール大会、こんな、メイク格好されてますけれども、熱き選手の世界ジュニアのタイトルマッチありますので、そこからも皆さん目が離せません。ハヤト選手も1試合目に出ます。ということで、変な終わり方ですが、今日はこの辺りで失礼します。ありがとう。ありがとう。これ本当に指食べてる。本当に指食べてる。これやめな。いややめな。はい、閉めました。